狩りの夜空です。熊本家肥後花勝負です。去年は親知らず咲きって言って時期じゃない7月の19日に狂い咲きのように咲いた一つだけを投稿しました。しかし今6月3日に咲きましたので今日ですから普通中盤、やや早咲き近い品種だと思います。こちらは松の木陰と違って花びらが割とストレートな形でこう垂れてますね。そして中心が白い部分が多いのとこの黄色い藍の部分のところに白が流れてます。でこちらが多分この違いだと思います。こちらが先ほどの松の木陰です。違いがありますね。でこちらがラベルでしたけど中心が白くて、かなり近い品種だと思います。正確になってると思います。こちらはこのような感じになりですね、花びらが下にストレートにトントンと直線的な花びらの落ち方をしています。背丈は80センチぐらいです。狩りの夜空。ただ花つきはあまり良くないようなので株は増えますがあまり花つきは良くなかったような気がします。とても美しい肥後系花勝負です。狩りの夜空。ではまた皆様ごきげんよう。